皆さんどうもこんにちは、ダイタラです。ゼノブレード3やりましょうか。さあ、久しぶりに普通に動ける最近ずっとムービーばっかだったからな。わー、嬉しいということで今日も楽しくやっていきましょうか。さて、今日なんですけど、とりあえずまずミオに会いに行こう。髪ミオ長くなったんだけどな。てかここにいる人たちってキャッスルの人だよね。アフヌスの人、あんたらの処刑待ちわびてたのに余計なことしてくれたもんだぜ。きついこと言うなよ。はっ、冗談だよ。頭が混乱してんだ、いるぜ。解放されたからといって暇になるわけじゃない。広場を片付けながら頭の整理をしておく。さあ、キャッスルに住んでる人たちもね、今後生き方が変わっていくわけだよね。アフヌスの人たちもどうすんだろうな、今後って。ちょっとさ、いろんな人に話しかけたいんですけど、まずミオに会いに行こうね。みんな混乱してんだ。そうだよな。さあ、ミオ、ミオどこ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 。俺は本当にミオを救えたんだろうか。時を止まってくれ、そう願ったんだ。ただただ無力で、時が止まればこの瞬間が永遠に続けば、あるはずのないことを願ったんだ。あいつともう一人の俺と一緒だった。私にはこれで十分。やっぱり二人は。Mと最初に戦った時、あの時から私たちは入れ替わってたの。そうか、あの時は本当にMだと思ってたよ。すっかり騙されたっていうのは良くないな。とにかく全く気づかなかった。真剣だったよ。絶対に失敗できない。少しでも疑われたらノアたちはあの場で殺されていた。彼女の思いを無駄にするわけにはいかなかったもの。Mの思い、彼女が知る N のすべてをノアに渡して、メビウスの輪を、永遠の呪縛を断ち切ってほしかった。失っても失っても断とうとする思い、悲しみの淵に立って悲しみの果てに立つものを打ち破る力を持ってほしかった。悲しみの果てに立つものか。彼女はノアならきっとモテるはずだって信じていたわ。だからお互いに全力で成り代わって思いをぶつけたの。あの時確かにありがとうって、あれはミオじゃなくてMの。心からだと思う。つかの間だけど、今の私になってノアに私の思いを渡して、ノアから思いを受け取って、だからありがとう。そうか、 Mの言葉は私の言葉、私の言葉は Mの言葉。命は消えてしまったけれど、その記憶も思いも私の中で生きている。来て、見せたいものがあるんだ。どこ行くんや。髪型、服装めっちゃ違和感あるな。どこ行くんだ。すぐそこよ。希望を逃げてくるだけ。ねえ、髪ねえ長いとすっごい変な気分。N とか見たら頭おかしくなるって、絶対こんなん。私はノアに見せておきたいと思って。あれを見せるか。なんだろう、ゴンド知ってんのかな。私も行く。え、ゴンド来んの。ほら行くぞ。希望の丘ならこっちから行けば楽だ。急いのレールに失礼、下に降りて収容所の西ゲートへ抜けるんだ。で、海が見える丘まで出る。
そこでいいんだろ。オッケー。でとりあえずそんな感じで行きましょうか。よし。でもあのさ、牢屋の中でさ、監獄の中で泣き合ってたけど、あれもミオだった、ミオじゃなくてエヌだったんだな。さあ、そして新しいヒーローが加入した。ゴンドーセーナーだって。そりゃそうだ、ゴンドーです。マジャルアーティストアタッカーです。アーツ使えるまでのスピードを加速させる能力を持つっていうね。タレントアーツは全アーツを消費することで大ダメージを狙えるやつ。ミオも特別なタレントアーツを覚えた。ドミニオンフラワーはクラスに縛られずセットできる。ミオだけど特別なアーツ、強力な力で防御力無視の大ダメージ。絶対強いじゃんミオも。ね、登録だけしとこ、とりあえずアンリミテッドソードとかあるけど、アーツもこれドミニオンフラワーってやつ普通に強いけど、ドミニオンフラワーこれ何の役職なんクラス今。あ、ヘビーガードなんだ。服装が今固定なわけね。で体温、そういやちょっとクラスこっちにしとこう。完璧に守ってみせるさ、ね、いやちょっと待って、アタッカーが1足んないかね。えまあいっか、アタッカーゴンドいるし。でもミオがもう9か、あげちゃおうか。じゃあいいし、あげきってアタッカーにさせとくか。あ、破壊し特急だったな。よし、ハンマー持ってもらっとくか。よし、オッケー。さあこれでいいかな。アーツまた変わってる。お任せにすると勝手になっちゃうな。よし、さあこれでゴンドーも仲間になって進めていきましょうか。処刑処刑場前の一個の場合なんかやだな、なんか処刑ポイントってすげえやだな。ここちょっとコンテナとかあるから回収しとこう。ノポンコイン大丈夫か。まあ大丈夫やろ、名前ある今。89枚さっき使ったしな。さあゴツゴツ、次の人々のシャバは最高。もう金儲けになるかと思って収容所に入り込んだのうん次だと思ったけども、アグヌスやシティの連中に大儲けしてくもーっていうね。いらっしゃいませもーっていう。これあれか、収容所にいた人か。読むないように話しかけられたが一年半個前にもーっていう。さあヨタカさん元気ですか。ここキャッスルは難攻不落だって言われたね。制空権を得てるしケベスは上に来られないからな。負けることもないって思ったけどそうじゃなかった。思いをよらないとこで全て失ったんだ。ごめんごめん、俺たちのせいで。でも俺たちのせいってわけでもないよなあ。いや俺たちのせいだわ、ごめん。さあちょっとなんかいろいろと人がいるのでちょっと話しかけて、キャッスルに住むアグヌスの人たちの気持ち聞いていこうか。さあ右行暗行、暗行だねえ、運行暗行か。お前は残るか。アグヌス軍との連携せよっていうのがシティの命令だ。お嬢や、いやあれやこれやと任されてる以上運行と共に支えるさ。頼むぜ暗行運行。どう調子。おお、お前たち、まあ、大したことじゃない。アグヌスは気概のあるやつもいて、俺たちを受け入れられないやつもいる。ねえ、そいつ、連中とも付き合っていくんだと思うとな。ま、いずれお嬢が解決してくれる。全部お嬢が。うん、いずれお嬢がやってくれる。何でもお嬢がやってくれると思ってる。さあ、シキ。我々が生き抜くためには、ロストナンバーズの力が必要不可欠。彼らの手を取り合い、それから、いろいろ考えてんじゃね、みんなも。ねえ、ここの人に話しかけたら、ストーリーが進むわけや、次の。ねえ。まあ、もうちょっと人と話しかけるか。ねえ。アキッツ。でも話しかけん。我々が信じた女王が偽物で命の日時計も失ったんだ。どうすればいいって皆さんに聞くことではないんだよ。まあ、でもみんな悩んでるよな、ほんと。アグヌスの全コロニーに呼びかけたが、返答はない。キャッスルが落ちたってことは、じゃあ多分伝わってんだろうな、いろんなコロニーに。ねえ、女王が偽物だったなんて。アグヌスのさ、やっぱこの人たちもみんなビビってんだよな。アグヌスの連中は、ここから強制ロードされる俺たちを見下ろしてたんだ。有効的に踏まえよっていう。いや、ロストナンバーズの人たちが、耐え忍ぶ日々。で、なんか、お互い気まずいよな。ロストナンバーズ。で、と、このアグヌスの人たち。何が入った？はい、とりあえずコンテナです。SP3 アップ。あざっす。よし、ダイヤモンドとか拾ったけど、熱すぎる。何が熱いかわからん。ここなんだ、ここ。休憩ポイント。ねえ、詰所の憩いの場。ついちゃん。はあ、収容所にいた人ってただの労働力だと思ってたわ。そうさっていたから疑問いらなかったけど、なんか引き込むわ。うん、失礼感のやりそうなことだ。秘密が悪いわけじゃない。なんかめっちゃ文字震えてない悪くない。考えたらそうか。立ち直るの早いよ。私は悪くない。で、にっこりしたよね。私が悪くないで。ここ飯食えるじゃん。さあ、新しい飯。何かお腹に入れておこう。食堂で食いましょう。新しい料理をこれで覚えられる。LT や刺身の詰め合わせ。刺身食うのここって。おもろ。いただきます。食
プラス経験値 40% アップでこれめちゃくちゃ良くない？これ一生食いに来るわ。刺身。食べた食べた。うまい。キラキラ盛りだって。何キラキラ盛りって。逆に怖いけどキラキラ盛りって。はい、じゃあ次。ちょっと行けるところ多いね、ここ。何ここ牢屋ここ。あー、俺たちが閉じ込められたとこじゃん、ここ。なんか人いるけど、中に。なんか、犯罪者がおる、中に。犯罪者、怖いです、皆さん。さあ、コンテナ。俺たちもこんなが閉じ込められてたんだな、正直言って。怖え。ここで何日過ごしたんだ、俺たちは。1ヶ月ぐらいか。さて、では、今から飛んでいきましょうか。こちらね。アグネス兵の人、こんにちは。輸送用レユニス貸してくれ。ん？君かわいいね。家電車地方、ね、ムルス発着場行きでーす。どうぞー。さあ、乗っていきましょうか。希望の丘まで。行ってきます。あのね、体験が刺さったところです。アナイアレーターってぶっ壊したんかな、結局。あの、消滅させるやつ。あれあったら怖いけど、俺。ぶっ壊さない？ね。ぶっ壊した方がいいよ、ほんと。マジで。さて、到着ですね。輸送機で、なんか荷物のように運ばれました。来た。ムルス発着場でーす。これ帰り道？こんにちは。これ乗ったら帰れるの？アグヌスキャッスル、転換の処刑場へ参ります。いや、乗りません。僕、スキップトラベルあるんで、大丈夫です。さあ、ここなんか、何ここ？ここ、何ここマジで。人もいる。アグヌスのキャッスル、ここ。どこなんここ？全然わからん。さて、ちょっとマップ見てみるか。ここはどこなのか。ドゥンと。ここってどこだ？来たことあるとこ？収容所ゲート。あー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 あああ。あそこだ。あ、ここの左が、あの、俺たちが捕まってたとこだ。ここ。こっちはね、逆だ。逆だ。うん。あっちか。あっちが俺たちが元捕まったとこだ。あら。あの辺ってことね。まあ、とりあえず、このね、まず、ちょっとマップあまりにも広いので、先行けるところだけ埋めていきましょうか。まずこっちね、その、びっくりマークのストーリー。希望の丘のところへ行きましょう。さあ、外郭西ゲートまでやってきました。ここ皆さん覚えてますか？ゴンドウと一緒にね、脱出するとき、したとき通ったゲートですね。セナが、ドカーンってぶっ壊したところ。ですね、要は。ちょ、なんか戦っとるな、君ら。ちょ、久々に戦わせてくれよ。俺とも。君たちは強いのかい？おー、強いな。行くぜ。よし。ちょっとミオ行こう。じゃミオは誰？敵はこの鳥か。よし。おい。ちょっともうガンガン殴ってこ、ガンガン。ちょっと敵強いなこれ。おい。こいつ強えな。ミオドミニオフラワー打ってやろうかと思ったけど、普通にやられまくったけど。限界ギリギリバトルやったけど、マジで。クソ強かったぞ。なんだこいつら。レベルは5勝ってるのにな。おかしいな。まだ俺たちは強くならなきゃいけねえ。でも、ゼノブレードって強くなるってさ、意外とむずいんだよな。レベル上げるぐらいしかなくて。だってさ、装備強くするってわけにもね、あまりいかないからさ。なんか、ちょいむずいよねって話。やっぱレベリングしかないのか。もっと上げていくレベル。わぁ、見て、ここの崖からさ、ほら。さっき俺たちがいたとこかな、あれって。処刑場かな、あの辺って。違うかな、あれ違うとこかな。でもあれキャッスルだよね、多分。あそこって。いや、上か、あ、上っぽい。上か、いや、どこいるのわかんねえ、俺今。はい、とりあえず目的地着きました。ここですね、希望の丘。到着です。ここの記憶をノアに渡すかどうか、M が最後まで悩んでいた場所。でもやっぱり渡そうと思う。ここは N の全てだから。 N の全て？
ここはね、かつてシティがあった場所なの。シティが？昔のね、その頃のシティは今よりはるかに繁栄していた。とても多くの人が暮らしていた。つまり今よりはるかにメビウスの脅威となっていたと。目の前にあるのはお前の望みだ。命はまだない。吹き込むのはお前自身だ。シティの人々の命を俺にそれをやれというのか。何をためらう。この場に存在していること、それ自体がお前の選択。永遠の今を選んだ者の姿なのだ。答えはすでに決まっているのではないか。残念だ。待ってくれ。シティの人々は N や M、 はるか昔にウロボロスとなった者たちの子孫。 Z はメビウスとなった二人の存続と引き換えにシティの人々の抹殺を命じたの。失いたくないんだ。失いたくないって、これだけの命を、私たちにとって最も大切なものを失ったのに。君もメビウスとして存在している。俺と同じなんだ。そうやって閉ざすのね。私たちの永遠が刻した未来を閉ざしたのね。もう消えることはできない。大切なものがこの手に二つ。そんなの選べるわけがないじゃないか。進めるわけがない。でも選んでしまった。正しかったかどうかなんて誰にもわからない。後悔。うん、
残したその思いが俺たちになったんだな。うん、とても悲しいことだけれど、でも M は笑ってた。変えてあげたいよね。ああ、今度こそ届けてみせる。決まったよ、新しい目的。いいかな。ふん、行為は許せない。同情だってしたかねえな。だけどもっと許せない奴がいることもよくわかった。 Z、 選べないものを選ばせるなんてひどすぎるよ。ありがとう、みんな。決まったみてえだな。返しとくぜ。ところでよ、 Z ってのは何なんだ？全てのメビウスの長みたいなものだ。M が見せてくれた記憶の中であっただけだけど、どのメビウスとも違う途方もない力の持ち主であることは分かった。そいつが？ええ、私たちの本当の敵、世界の全てを決めるものよ。決めた奴がいるってんなら教えてくれよ、そいつのこと、そいつの居場所を。Z マジ気味悪いよな。なんかこんな今のシーンもあの劇場で一人で見てたんでしょ。なんなんあいつねえ。にしてもさ、やっぱ今のムービーでもあったけど、シティの人たち、この希望の丘の残骸見て思ったけどさ、やっぱ人の命で、人の命を M にさ、ミオに吹き込んだんでしょ。エグすぎるやろなあ。まあ 今の命の広げみたいな、あれと変わんねえのかもしんねえけどさ。で N はね、やっぱもうこのムービーとかでも言われてる通り、選べない状況にまで追い込まれてね、ね、N がなんか、うん、選択したことを俺はダメだと思わないけどさ、そりゃさ、ミオ選ぶと思うよ。その状況に追い込まれたら何度も何度も絶望してね、もう変えられない未来、変わらない未来ね、だったら今を選択するっていうのじゃないなと思うよ。で、その果ての後悔がノアとミオじゃん。なあ、いや世界を変えなきゃいけねえよ。未来へ進もうぜ、俺たちは。なあ、やっていこうぜ、ゼノブレード。おもろい。さあ、Z ぶっ飛ばすにしろ。まずは、アグヌスの女王を探す。ね。ニアちゃんいるかな、どっかに。今すぐってわけには。どうしようか、今後。んだよ、俺たちを心配してんのか？だってずっとローに閉じ込められたんでしょ？ N と戦った時の傷だってまだ。平気平気、鈍っちまうよりか動いた方がいいって。お、じゃあいいや。何？てめえらが暴れた後の広場片付けてんだ。動けるっつうのは手伝ってけ。そうだな。処刑場か。片付けよ、みんなで。お掃除しましょう。え、マリだ。私は先にキャッスルへ戻ってる。早く来いよ。さあ、ゴンドーとお別れです。しばらくでもパーティーに入ってくれんだよな。おそらくだけど、ヒーローとして。ノア？行こう。でもさ、そこまでして大変な思いをしてさ、ミオ、M をさ、こうやって、メビウスにさせたわけじゃん。で、その M が、送られたって、頭おかしになるやろ、マジで。で、その、M の体が今、ノアと一緒にいるって。脳焼かれちゃうって、ほんと。かわいそうやな、ちょっと。ちょっとさすがに俺そこは M にクソ同情してる。
頭おかしになるって絶対そんな。なあ。よし。じゃあキャッスル戻ろうか、今から。よし、じゃあとりあえず、イベント進めちゃおうと思います。お片付け。もうなんか綺麗になってる気するけどな、見た感じ。まだ片付けんの、ここ。感じだな。ああ、これで補修工事に入れるだろう。そっちじゃねえよ。こっちだこっち。ミオのことか。あの時、改めて自分は無力なんだと痛感したよ。どうすることもできなかった。でもなんとかなったろ。君たちがいてくれたからな。おい、なんだ。そういうこと言えるんだ。当たり前だ。僕を何だと思っている。出会いに意味を見出したいか。何それ。以前ノアが言ってた言葉だ。見出せたのか。願いも一つは叶った。ああ。だが道半ばだ。まだたどり着いてはいない。油断はできねえな。猶予みたいなものと認識している。ま、なんとかなんじゃね。随分と楽観的になったな、ユーニ。もっと繊細なタイプだと思っていたが。頼りになる奴がそばにいるからね。それは誰のことを。教えてやんねえ。太陽というに熱いな。ここのキャッスルの BGM 好きなんだよ、ね、いいな。さて、はー終わった。さて、おう、ご苦労さん。うん、やっと終わったんだね、この辺も。夕方になっちゃったよ。さすがに出発は明日だ。じゃあ、今日はゆっくり休もうぜ。けど、どこで休む。まあ、どうする。キャッスルは、アクヌス兵とロソナンバーズでごった返してんだよな。どうする。寝たここにこだわんねえってなら、そこの建物が衛兵の詰め所になってる。転がるくらいならできんだろって。おお、檻の中じゃないだけマシも。もう檻の中でもいいんじゃねえ。もうあそこもあったじゃん、檻も。この先に。さて、一晩休んでいけばいいって感じ。ちょっとなんかあるね、話が。ちょっと待ってね、聞いてみようか。どうした。ここって大原と同じくらい高い。鳥も飛ばなくて静か。収容所だと波の音がたまに聞こえてきてね、心地よかったんだよなっていう。海。海の波の音。聞こえてきたっけ、収容所の話。ちょっと、ね、休む前に少しさっきの話聞いてみようか。どういう感じやったっていうの。ね。さて、耐え忍ぶ日々。海。なんかあるの、ヒーロークエスト。話したいことがあって。いくら俺の体が頑丈でも、あの刑務作業の日々は二度とごめんだぜ。リガード収容所じゃ、ロスナンバーズの兵士たちに毎日あれを毎日のようにやらされたんだろう。中には10年以上収容所に囚われた人もいた。やばいよね、10年。俺たちでいうところの1期から10期まで、それ以上。すごい忍耐力だ。ずっと生まれてからずっとみたいな感じだもんな。それまでもシティの者たちは途方もない年月をメビウスと戦ってきた。それだけど苦難を耐え忍ぶ精神性がもともと彼らの中に備わっているんだろう。今解放されてどうするんだろうな。私たちも見習うべきだ。覚悟の違いか。気を引き締めよう。ロストナンバーズの人たちはやっぱすごいってことだね。うん。これ待って、これ多分ね、俺分かった。これサイドストーリーだ、絶対。ねえ。入江の休息所に行きますか、だって。これ。ちょっと次回やな、これは。
これ次回やりたい。さ、溜まったクエストもだいぶ増えてきたんでね、ちょっとグレイの話でも少し久々にやってみようかなと思います。グレイの素性。グレイってやっぱシティの人間だったんだな。おう、突然出てきたグレイ。水臭いぜ、話してくれよかったのよ。ねえ、なんて読むか分かれへん。さなすまでもない。奥さんって人が待ってんでしょ、会いに行く？妻ね、妻。戻らなくても問題はない。おいおい、ちゃんと会ってこいよ。そうもいかねえだろ。待ってんなら会ってやれ。ロストナンバーズなら、報告ついでに戻ってみるのもいいと思う。あ、そうだよ。ロストナンバーズってことまであったろ。話すまでもないと言ったろ。はぁ、グリってやつは。言い合っても仕方ねえ。奥さんに会いに行ってみようぜ。だんまりなら OK ってことだよ。でも今シティ行けんのかな、そもそも。おしどり夫婦。ちょっと面白そうなんだけど。このクエスト。やろうぜ、グレイ。グレイどうなってんだろう。あのクエストは次回ね。あ、もう夜かよ。これ多分まだできねえ。いや、行けるか。シティ行けるわ。シティ行きの船あるわ、こっちに。シティ行ってきますわ、皆さん。アグヌス兵の方。はい。シティ行くんすか、この船。え？シティ行きじゃないのこれ。行ってきまーす。ん？ちょっと待って、今ね、なんか、情報がある。海にぷかぷか浮かんだ船で商売したいもん、レウニス作れないもん。なんだこれ。ねえ、作らないもん。いや、シティ探してんだよ。海のレウニスの情報。実は海に浮かべるレウニスがあるかもしれない。アグニスもケベスも変わりつつあるもん。ノポンたちは変わらないと思うもん。やりたいことやりたげもんっていう。ノポンはいつも自由だ。そういうやつ。さ、シティがあっちなんだよね。ちょっと道わかん、なんかね、とりあえずわかんないので、マップにそれっぽいとこ探して行っても向かってるとこです。あ、見て、シティはあっちだ。海渡ったとこだ。船乗って行かなあかん。え？怖い。シティは？どこなん？ここ？シティ。ここにあんの？本当に？初めて来る場所。三海景の岬ですね。これ多分もっと今後に来ることになるかもしれないんだけど。まあ、行っときたいっしょ、シティ。どんなとこか見ときたいってやつあるから。さあ、マップ的にも初めて来る島ですね。この海のところにある、たくさんあるところの一つでしょうか。ちょっと敵のレベル高いですね。現在俺のレベル今55なんだけど、56なんで、ちょっと襲われたらちょっとめんどくさいタイプですね。あーった、シティ！え、あれ？あれ？シティではないか。船？ただの。シティ行きの船かな？ここ、滝すげえな。うぅ、怖っ。思った5倍ぐらい高くてビビった。やばい。そこ見えねえけど。あの水どこ行ってんだ、マジで。さて、シティ行きの船かな、これが。アーモリーの操縦士。準備はいいか？お願いします。シティ行きますか？行けるんだ、シティ。え？行ってきまーす。おぉ。レウニスの輸送機だね、これも。なんか地下にあるやつだっけ、地下。どこだ？地下ってこの滝の下行くの？もしかして。ひょーん。え？お前どこ行ったんこれ。どこある？いや、でも上か。どこ行き？シティ行き。ムービーかっこいいな、地味に。さて、到着。シティ。すげえ！何も変わってねえじゃん、シティ。すげえな。なんか、鉄巨神、レウニスなの？鉄巨神か。シティはでかい。だから、動くことができるって言ってたけどさ。確かに昔、ノアのさ、N か、事件があってから、一回シティは滅びたわけで、そこからの教訓を得て、場所がバレても映せるようにっていう風にしたんだろうね。人は学ぶ生き物だからな、みんな。学んだわけよ。さあ、ヤルミルさん、こんにちは。ケベスに アナイレーターがあるなら、アグヌスにもあると考えるべきだった。新作だ。シティが移動したのも想定外だったかな。ウロボロス職場よくやった。いや、ほんとよくやった言ってくれて嬉しいけど、なんかごめんやな、ほんまみんな。小説といえば、始祖の公録、行録シリーズ、そんなんの。ねえ、ああ、作者は天才だ。シティの誇りだよ。なんか、始祖の本があるな。小説という本。物語があるってね。
なんかめちゃくちゃシティも物語とか話増えただ、だいぶ。ねえ、でもちょっとまずおしどり夫婦したいな、俺。ねえ、シティが急に移動したから、お家のお皿が5枚割れたもん。倍賞してほしいって、おつさんにお願いしたら、うちは100枚割れたって怒られたもん。上がいる、上にはいるもん。かわいそうすぎて、お手伝い手伝ってきたもんって、ね。かわいい。ねえ、ちょっと星ついてる子いるけど、ちょっと行っちゃいましょうか。あ、トドロキさんは話しかけたい。元気してた？ふん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 。なんか何言ってるかわかんねえ。ふんがふんがふん。伝えたいことがある？音楽家の人ですね。え、なんか、ハテナついてるけど、これ何？倒れてるけど子供か、誰か。大人やったか。クラーラ。ああ、大丈夫？大丈夫ですか？なんだか胸が苦しい。待ってるか。ラウンドヒーリング！まだまだ辛そうですもん。切れねえか？アーツで回復できないなら、医療施設へ。ね、先生にお願いしようか。産婦人科の先生しか知らんけど俺。ね、シティの外から来たもの。シティの外から病原菌俺運んできたってことかな、もしかしたら。ごめんなさい。ゴンドウ逃がすために捕まった仲間を助け出せるのは数年先を覚悟していた。だが、さすがウロボロス。だろ？さすが俺ってやつ。さすが俺じゃない、俺たち。さすが俺たちだ。いや、話しかけていいけど、ちょっと待ってて。あら。よかです。とりあえず、ねえ、君の奥さんに会いたい。守備よく進んでるようだ。後々のことを考えて目立つ接触は今回きりにする。ええ、分かったわ。あら、帰ってきたよ。ふんではな。帰っていたのね。ごめんなさい、迎え行けなかったわ。構わん、長いはしない。あら、そうなの？お友達も一緒なんだから、ご飯でもね。挨拶しなかったわ。私はロザーナ。ロークさん、俺たちは知ってるわ。あなた方の話は彼から聞かされてる。そうか、なんか大した話ではない。こいつらは友人ではない。さあ、もう十分だろ、行くぞ。おい、そっけなすぎんぞ。大事な人なんだろ。あらあら、ふふ。そう言われてるけど、どうなんだった。余裕ありすぎやろ。昭和の親父かよ、マジで。もうそっけないって。でもそうね、大切なパートナーってとこかしら。あなたたちにも分かる言葉で言えばね。そうだわ、あなたに仕事の話があった。なんだ。モニカからお願いされたんだけど、ついてきてくれる？モニカ？私とモニカはお友達。ついてきてねーっていう。何？ついていくイベント始まった？あ、走るね、結構。そういう間柄なんだ。パートナー。ね、なんかちょっと、照れてたのちょっと面白かったけど。今日星ついてる気になるけど、まあ、ついていきましょう、頑張って。どこまで行くん？ん？ちょっと待って、ここある。メビウス破壊された体験見たか？あんなことできる奴は戦わないで無理だろう。ウロボロスの力があれば倒せるって信じたけど、隠れて生き延びる方がいいかも。シティの不満。シティにも不満が溜まってきたかもしれない。いや、そりゃ怖いよな。かつて住んでたとこへコッパみじんにされたんだぜ。俺でもビビっちゃうわ、そんなの。さて、進展したね。どこまで行くつもりだ、ロザナ。ここで大丈夫よ。はい、ノッポンがいる。ねえ、ロザナさん来てくれましたもーって。ぐらい連れてきたもん。ええ。っていうことだ。サモンさんからの依頼？そうも、ママとデジのタルタルからのお願い事も。ですも、何？船直すの？話してみろ。では、僭越ながらタルタルがお話ししますも。師匠タルタルは、レウニスの整備や船を用意している。モニカさんが頼まれた重要なお仕事ですもん。うん、そうか。でも最近困ったことに資材が足りなくなってきましたもん。資材集める系？大体そういうことも。あんたもそんな仕事すんだな。あたしらに銃を向けるだけだと思ったぜ。最初戦ったもんな。どんな資材が必要だ？ねえ、ホレイスというお医者様がいる？うん。お医者様が資材を、ね、仕入れてるから受け取ってきてくれ。ねえ、あんたらが行けば済むじゃねえの。俺もそう思ったけど。サモンたちがオピラに歩いたら面倒な出会いにいろいろ言われるもん。そうなの？保守的な派閥もあるし、過激な人たちも。そっか、派閥があるんだっけ、この中もシティって。そういや。どういうことだよ。口うるさい練習を騙されるには相応の武力を持つ人間に任せるのが適当だということだ。グレイという男が動いてれば簡単に手出しできないということだ。私も一緒に向かうから話聞いてほしい。話してほしい。オッケー。俺たちも強いからな。この人ちょっと不器用だから手を貸してあげてね。不器用だ。不器用で済ませんだ。では行くぞ。いや、よし、じゃあまたついていきましょうか。そういう間柄なんだ。ちょっと話しかけさせて、やっぱ声かけらんない。これまでシティがメビウスに見つかったことはなかった。裏切り者のせいで
全員が危険にさらされたんだ。ロストナンバーズのやつら、社内の件どう責任取るつもりなんだ。もう自殺したで、あの子。生まれ変わるんかな、本当に。ちょっと怖いよ、俺は。な。さて、アザレアちゃん、子供だ。夜になると出かけるって言ったから、なんか理由あんのか。ねえ、昼はおばあちゃんの手伝いしてる。あ、これ、あれか、友達いなかった子か、これ。キギクぐらい、ギギクぐらい、謎かけのお題は夜の方が見つけやすいの。なるほどね。だから、誰だったっけって忘れちゃうけど、希望の丘見たことあるか。あ、見た見た。はるか昔のわしらの祖先は、先祖はそこで暮らしておった。恋を受け、ちりじりになった。その隙にアグズスのやつらは、キャッスルを使い、あの土地を奪った。なるほどなぁ。妖艶な場所があれば、シティーの皆は今よりいい暮らしができただろうに。そういう理由で取られたんだ。ちょっと聞きたいけど、まあちょっと、後ほど。ん？どこだこれ？ここでいいの？ああ、病院か。あれ？別のクエストになっちゃった。またこの症状か。また？シティの移動によって環境が大きく変化した。その影響で弱ったものが次々運び込まれてる。へぇー。あ、モニカ久しぶりじゃん。モニカ！患者の数がこんなにも多いとはな。予想できなかったとは言うまい。メビウスの彼の攻撃を避けるために移動を判断したことは否定せん。いや、移動せんから死んでんねん、俺たちは。が、200メテリ以上も高度の低い場所を選ぶなど、確かに気圧の差でやばすぎるやろ。これ以上続けないやめてくれよ。治療法は分かってんだ。薬さえ行き倒れば皆の症状も収まる。治ればいいというものではあるわい。いや、治ればいいんや。これ別の派閥の人かな、この人。追加の医療品を手配しておく。必要なものがあったら言ってくれ。あー、助かるよって。ホリスさん、サブクエいっぱいあって大変やな。手伝えることあるか。ちょうどいい薬がないんだよって。エッグシードとヘビーザクロ集めてくれ。ね、カデンシア地方で集まるからな。ね、ロコドリの草の根20個ずつ持ってきてくれて。なんか お使いクエスト始まったけど、これも、これもまた今度やろ。これはグレイちょっと奥さんの話あるけど、別のやつあんねんけど、大丈夫かな。ユニは何を見たんだ。さあ、ちょっと待ってね。エッグシートの9個持ってた俺。あ、なんか別の、なんか進むな、ここ中でいろいろ。あ、さっきぶりです。君たちどうしたんだい。いや、さっきあいわ喋りましたよね。おかしいな。資材をサモンのところに運び出す。どこにある。相変わらず言葉だらずだな。やれやれ、グレイもいたか。お医者様にとある資材もらいに来たの。ロザーナもが厄介な子に目をつけられたものだ。厄介？ロザーナ、君には重すぎる。劇薬だ。借りのある手前、断りはしない。なんかやばいも運んでんの。資材だけ渡せばすぐ去ってやる。仕方ない。資材はこちらから運び出すとしよう。あら、ありがとう、お医者様。他の派閥に見つからないルートで送ってあげようよ。やらば用はない、戻ろう。やばってくれ、グレイ。頼まれてくれ。なんかあんの？ねえ、大元の唾のピピットを倒して、薬の素材を取ってきてくれ。大元の唾ってもういけなくていけんのかな。人手が不足しててね、薬の素材集め大変なんだ。別んとこやけどな、これ。すぐ向かう。じゃあ行くか、とりあえず。ピピット倒しに行くか。行けんの？あそこに。ねえ。メディカピピットのやつですね。ああ、この辺にいるんや。ちょっと倒しましょうか。さあ、いるね。やっつけようか。せー、あれ、トラー、ウェーイ、吹っ飛べ、ミスってる。でも弱いな、こいつら。ね、オレイ、まあ、ちょっとやっつけましょうか、これ。オラースイング、いや、当たらへん、こいつ、強っ。強っ。地味に強いぞ、こいつ。よし、いきはー。さあ、これ5個集めんだね。さあ、こいつが最後の1匹だね。ちょっと倒して、おいー、ギキャー、終わりかな、これでクエスト。よし。さあ、これでまた戻るか、お医者様のとこへ。さて、ね、渡しましょうか。おお、こんなドアやってんや。え、どこ、あ、こういう部屋やってんや。頼まれたことだけど、済ましたよ。これでいい？ああ、助かったよ。君たちもグレイも仕事が早い。手慣れてるね。ねえ、資材どうした？すでに運び出しておいたから心配いらないよ。オッケー。ロザーナさんは？彼女なら家に帰ったよ。オッケー。行ってみようか。グレイ、もっと俺照れてるとこ見たかったんだけどな。まあ十分なんかちょっとね、不器用なとこ見れたから満足してるけど、まだ見れねえかな。さて、ここでいいかな？ん？いた。
あら、あなた帰ってきたのね。おう。食事の準備できているわ。せっかく食べていかない？え、いいのか？もちろん。不要だ。俺はもう行く。いや、作ってくれたんだから食べようよ。あら、残念ね。んだよ、パートナーってなら、もっと優しくしてやれよ。いいのよ。この人はこういう人だから。あんたがそう言うならね。でも、あまり無理はしないでね。あなたは危険な場所にばかり行くから。それは俺のセリフだ。無理はせず戻ってこい。え？どういうこと？お前たちが知る必要はない。大丈夫よ。ねえ、あなた、私は技術者だからいろんな人に引っ張りだこだけど、戻る場所は心得ているつもり。ならば構わん。俺はしばらく家にはいないが。わかってるわ。いつで、奴らを打倒し、シティに安寧をもたらす。今しばらく待て。あなたのお手伝いは私がやるからね。ねえ、仲がいいってことか。ねえ、この人はこういう人だから伝わりにくいけど、あなたたちのことも好きなはず。ほうほうほう。そうなのかよ、グレイ。俺の邪魔をしなければ、目こぼしをしておいてやる。亡き友との約束だ。なあ、お互いこと、固いことだぜ。じゃあ、この人のことよろしく。任せときな。名刺もちゃんと食わせておくからよ。言い忘れたことある。なんだ？シティの中では、眼帯やマスク外していいのよ。今だってはあなたの顔見ても、みんな驚かないでしょ？何顔って考えておく。マスクを外す？え？そうなの？ねえ、グレイのパートナーの仕事を手伝ったロザーナはモニカやサモン、六氏族と深い関係があるようだって言って。関係が変わったみたいな。え、ちょ、グレイの顔見るか。ドン。あれ？グレイ顔アップにしてくれ。ヒゲ生えてる。ヒゲ生えてるって何？あ、なんだろう、シワシワがどうとかってやつ。え、誰かに似てるんか？誰に似てんだろう。わからん。二丁拳銃使い。ちょっと該当者俺の中ではない。多分あれかな、シワシワ関係かな、多分だけど。どうして大人は俺たちに喧嘩するっていうのに意外になってんだ。六氏族はなくても生きていけると思うけどなっていう。ちょ、あれ絶対モニカのクエストやねんけど。モニカのクエストやん、絶対。やりてえけど、今回ここまでにしとこうか。はい。というわけで皆さん、チャンネル登録したい方、チャンネル登録や高評価よろしく。さあ、次回ちょっとね、まだ、ストーリーとか進めたいんですけど、いっぱいなんか増えたことがあるので、寄り道してから、またストーリーに戻りたいと思います。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。あっぱよ。